商品内容は簡潔に、かつ印象に残るようにお伝えをしていただく必要があります。それはなぜか。皆様お疲れ様です。即決営業の榎本です。商談時の商品説明、皆様はどんな工夫をされていらっしゃいますか？最近、私事ではありますが、いろいろと商談を受ける機会があり、一つの商品に対して数人の営業マンにセールスを受けてみました。その際、聞く気が失せたのは、まず一つ目、上から目線。いきなり嫌な気持ちになりました。二つ目は、マニュアルを丸暗記しただけのダラダラ説明トーク。三つ目は、進めてこない。この3つが浮かび上がりました。気をつけてくださいね。ファーストアプローチの際、お客様には最初に興味を持ってお話に入り込んできていただく必要がありますよね。商品内容は簡潔に、かつ印象に残るようにお伝えをしていただく必要があります。それはなぜか。複数の内容をお聞きしたとしても、印象に残ってるのは1つか2つ。3つ残ってればいい方なんです。今日は商品内容説明のコツ、おすすめするポイントは3つありますの手法をお伝えさせていただきます。商品説明は完璧なのに契約がなかなか取れない方、営業初心者で商品内容の説明が苦手でドキドキされていらっしゃる方、この手法をお試しください。お相手にしっかりお話が伝わりますよ。即決営業、まず、自社商品のおすすめするポイントを3つ書き出してみてください。その次、なぜそのポイントをおすすめするのか。その理由を書き出してみてください。この際、自分が自社商品を購入するのであれば、とか、身内に勧めるのであれば、という観点で、おすすめ理由を書き出してくださいね。そして、この商品をおすすめするポイントが3つありますというフレーズからスタートさせていきましょう。今日は〇〇不動産販売の営業マンになりきってやってみますね。今回ご紹介する〇〇物件、私がおすすめしたいポイントが3つあるんです。1つ目は駅から徒歩圏内であることです。理由は家族の送り迎えの負担が減ってガソリン代の節約にもなりますよね。二つ目は収納が多いことです。理由は子供たちの成長につれて荷物が増えますから収納が多いのは助かりますよね。三つ目はお庭です。奥様、お花がお好きとおっしゃっておりましたので、お庭があったらガーデニングを楽しんでいただけますよね。だからおすすめなんです。と、こんな感じです。私がおすすめしたいポイントと付け加えるだけで、お客様との距離が縮まり、お客様は自分のために考えてもらっているという感じ方をしてくださることから、購買意欲につながっていきます。購買意欲が出れば、商品の内容をじっくり聞こうという心理状態になります。私がいいなと思うポイント3つをお伝えします。と続けるのもおすすめですよ。では次、保険の営業マンになってみますね。この商品、私がおすすめしたいポイントが3つあります。1つ目は保険料払い込み免除特約です。万が一、癌のようなご病気になられて治療に専念しなければならなくなると、仕事にも影響が出て保険料のお支払いが心配ですよね。その際に保険料の負担がなくなるのは安心でいいですよね。2つ目は、1日入院しても10日分の入院給付金が出るところです。今の時代、短期入院が主流ですが、いくら入院が短くなっても、入院するために準備する備品の購入費は、入院日数に関係なくかかってしまいます。1日入院しても10日分の入院給付金が出れば、入院準備の費用にも充当できるので安心ですよね。3つ目は、先進医療特約です。理由は、がん治療で有効な粒子線治療や重粒子線治療は治療費が高額で200万、300万とかかってしまいます。保険で賄えると貯蓄を切り崩さなくて済むので安心ですよね。と、こんな感じです。できるだけ専門用語を使わずに分かりやすい言葉で表現をしてお伝えすることもポイントです。
営業初心者の方でお話の仕方がわからないと言われるような方、ぜひお試しください。即決営業ではまとめさせていただきます。まず1つ目、自社商品のおすすめポイント3つを書き出してください。2つ目はなぜおすすめしたいのか、自分や身内に勧める観点で書き出してみましょう。3つ目、私がおすすめしたいポイントが3つありますからスタートしてお話をしていきましょう。ぜひご活用くださいね。この動画から何を感じてどう行動していくかは皆様次第です。皆様が成功することを我々即決営業にも応援させてください。我々株式会社即決営業は皆様の成約率をアップさせるために東京新宿セミナールーム、大阪ナンバーセミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しております。今よりももっと大きな売り上げを作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという方は東京、大阪、ウェブでの無料セミナーにご参加をされてみてください。右上のリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。無料でご参加をいただけます。よろしくお願いいたします。皆様の商談数、制約率が上がることを願っております。即決営業の榎本でした。ありがとうございました。